毎度です。今日はよいしょ、今日は6度ですね。本店から駐車場まで帰る300メーターぐらいなんですけど、さすがに2枚だとねきついですよね。 T シャツにファラオコートだけだと。で、先々週ぐらいでしたっけ、雪降りましたよね、横須賀でもね。あの南の方から雲が来て、南の方が若干積もったというね、三浦半島、三浦海岸とか、三崎とかで、うちの方もやっぱり夜中にかけて5センチかそこらは積もったんじゃないですかね。まあ翌日も何ともなかったかのように、どんな田舎道でもほぼほぼ雪は残ってませんでしたね。まあ三浦半島なんてそんなもんです。で今日はですね、急に寒くなって、なぜかというと昨日一昨日だったかな、20何度ありましてですね、ちょっとびっくりでしたね。でまあこの FR のアメ車に、雪道はどうなのかっつったら、まあ、確実に滑ります。今ちょっと1分ぐらい前に登ってきたあの緩い坂でも、まあ登れないことはないかもしれないですけど、まあ5センチぐらいとかだったらどうだろうな、ちょっと厳しかったかもしれないですね。で、私はですね、まあ滑ってもそのままノーマルタイヤで運転しちゃうことがあります。まあ昔30年以上前だったんですけど、川口湖山中湖勤務だった時に、川口湖勤務だった時に山中湖御殿場箱根と越えなければいけないんですけど、または横須賀から箱根越えて乙女、降りて御殿場からまた登って山中湖を通って川口湖というですね、アイスバーンの中をですね2時間ぐらいかけて、川口湖に通っておりました。だから滑るところは滑るっていう風にもう把握してますんで、まあ、ちゃんと減速して、まあ、FR なんで、アメ車の FR だと、大体、ケツがですね、左に滑っていきますんで、それを見越して走るんですけど、まあ、良い子の皆様は、やめてください。良い大人もやめましょう。で、まあ、今、こういうですね、職場というか、自分でやって、あとは、きつい時は従業員に任すというですね、代表という地位を生かしてですね、あまりにも雪が積もったらもう外に出ない、車動かさない、それが一番かなと思ってます。なので、まあ、三浦半島なんか年に数回も雪降らないし積もらないので、で、道路が凍るということもまず、ありませんね。まずないです。よほどのことがない限り。いや、この30数年で山梨から帰ってきてですね、凍ったことないですね、多分。うん。なので、スタッドレスまたはスパイクタイヤ、昔スパイクタイヤは OK だったんですけどね、神奈川県はね、スパイクタイヤ、それからチェーン、はめたことがないですね。お金がなくて、スパイクタイヤをもらって、スパイクを抜いて、スバルサンバーじゃねえ、なんだっけな、ホンダアクティストリートにずっと長年つけてたことはありますね。まあ、アメ車でも、スタッドレス誰かからもらって、山がなくなるまで使ってたことはありますね。なかなかなくならないんですよね、山がね。硬くなっちゃったやつね。うん。スタッドレスはやっぱ消しゴムのように柔らかくて、まあその代わり滑っちゃいけないものだから柔らかいんですよ、グニグニして。それがもう5年も10年も
自分の家に、自分の家っていうかどっかに置きっぱなしっていうのが横須賀というか三浦半島では多々あるんですね。なぜかというと何年も使わずに、あ、なんか倉庫から出てきたよ、あ、前に乗ってた車のスタッドレスタイヤだったっていうのが、そういうことが多々あります。そういうのをいただいてですね、自分の車につけて、もうでっかいセダンになるとですね、飛ばさないんですね。うん、まず飛ばさないんで、細いタイヤだろうが山がないタイヤだろうが、よほど横滑りすることはないですね。うん、アイスバーンっていうか、まあ、あの雪じゃないと。うん、でもうちょっとこれ、この信号を右折してですね、ちょっと行くとものすごい急坂があるんですよ。で、前回、先週か先々週だったか忘れちゃったけど、大雪の日、大雪って言っても道路が5センチぐらい積もるのがこっちでは大雪なんですけど、ちょっとやっぱね滑るんですよ。車が左に傾きながら斜めに坂を登っていくというですね、まあそういう運転で、この坂を登っていきましたけど、ここからですね、ここから急な坂、うん、ここを登っていくわけですよ。ここザーッと滑りながら、で一回坂の下で止まってハザードを出して、さあこれから登りますよという、後ろの人に合図をするんですね。で途中でスリップして登れないかもしれないから、後ろの人ちょっと坂の下で待っててねっていう感じでハザードをつけながらザーッつって登るんですけど、こっちの人は雪に慣れてないせいかですね、後ろついてきちゃうんですよ。で、いや後ろついてきちゃったなと思いながら登ってたら、やっぱ途中でですね、スリップしちゃったんですね。ちょっと登れないけど思いっきりアクセルもベタ踏みでやったら、なんとかまたザーって登り始めて、最後まで登り切ったんですね。そしたら後ろに、真後ろにくっついてた車も、私の車が登れてないと止まんなきゃいけないじゃないですか。で、だけどやっぱり国産で車が軽い割には結構ぶっといタイヤを履いてた、フォードアのセダンだったかな、マーク2みたいな、セドグロみたいな、セドグロ今ねえか、まあそこそこ新しい車で、いやその車は結局の登れなかった。最後私が登り切った時に登ってこれなかった記憶がありますね、2週間前ね。なのでね、ちょっとこっちの人は本当慣れてないんで、アイスバーンとかね、アイスバーンにならないけど、ちょっとした雪の日でも気をつけなきゃいけないですね。なぜハザードを出して一回止まっ、坂の下で止まって、でハザード出しながら登っていくかってことを全くもって考えないんですね。でそこやっぱりこっちの関東っていうか、もうなんて言うんでしょう、三浦半島の人たちあまり慣れてはないです。それは慣れろっていう方がおかしいけど、うん、なぜハザードを出して進んだのかちょっと考えろっていうねあれでしたけど、結局あの車は登りきれずに、確かね途中でどっか右折か左折かしたと思うんですよね。ちょっと、うん、こっちは雪が降ると本当にあっちこっちに車がですね、次の日車があっちこっちに止まってるというね、まあ登りきれないっていうね。なぜかというと横須賀もですね、やっぱ軍港なので坂が多いんですね。すごく長崎よかは多くないかな、佐世保よりも、うん、やっぱ軍港っていうのは本土決戦の時に攻めづらいようにね、山際の間の湾の中に猫かな、あ、イタチかな、ハクビシンかな、
今横切りましたけど危ないですね、うん、この寒い中凍え死なないのでしょうか、うん、というわけでですね、まあちょっと古いアメ車というのはみんな FR なので、皆さんチェーンかまたはスタッドレスつけますかっていうお話なんですけど、私はめんどくさいので寒いの大嫌いなので、何もしませんというお話でした。じゃあねー。